のおばちゃんです。隣に今すっごく変な人が住んでて、それさえいなければすぐ書けるんですけど。大丈夫、いろいろうまくいくよ。公園行く約束したの。あの人たちとは絶対に口聞いちゃダメ。偉い小説家だかなんだか知らないけど、母親としては失格。はい、残念。非常識、そうです、非常識。何？あんたはどこまで非常識。これこそ今の売り方っていうか、生き残るには何でもやらないと。待てー！やばい、ミセスノイシー、すっごい好きです、大ファンです。私のせいだと思ってる。自分しか見えてないでしょ、ずっと。いい加減にやめてもらえませんか。非常識なのはあんたなの。乗れないでください、やめなさい。水沢先生、本当おかしな世の中よ。